にちは、ようこです。皆さんお元気でしょうか？日本語の動画もね、バンバン上げていきたいと思った矢先になぜか選挙になるということで、動画もバンバン出していけるかわかんないんですけれども、ちょっと先にね、こう、ご報告系をしておきたいと思って、まず一番近いところから言うと、10月1日の西日本新聞にね、じゃ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 ん、見て。あ、なんか見たことある人が載ってるみたいな。ことで、ランダム陽子さんがこれ乗ってるんですよね。ここね。ランダム陽子。ここ、なんか解散に反対してる人。ここ安倍さん、みたいな。ここにもありますけれども、分断されてないみたいな。世論が分断されてんじゃないのって、安倍さんのその対応の仕方いいのみたいな。マイルドに安倍さんを批判してる、記事に、私もなんかそっち寄りのコメントが載っちゃったみたいな感じなんですけれども、ちゃんとインタビューしていただいてですね、私の意味していることはちゃんと、理解された上で、書いてもらったんですけれども、まあ、要は安倍さんが、ほら、なんか、小学生になりすまして書き込んだ人に対してね、ちょっとそれは卑劣な やり方だっていうのを書いたら、ちょっと反発あったんで消したりとか、あとほら、何、芝北池の人たちがこう、でっかいの出したじゃないですか、安倍はやめろみたいな横断幕を、なんか演説中に。ね、なんかそれに対する、なんかあの人たちにはね、負けるわけにはいけないみたいな、発言もあったということで、そういう対応はどうなのかっていうのを多分書いてる記事なんだと思うんですけれども、趣旨的には。でも大事なことも書いてあってですね、議論が噛み合わないまま、新安倍か、反安倍かという視点で全てを判断する傾向も見られるっていうのが書いてあって、もう本当私もこれ、私もその場でインタビューの時に言ったことでもあるんですけれども、分断っていうか、とにかくもう感情論に持っていかれてるんですよね、世の中の議論が。だからもう、人の好みで政治が語られているという意味不明な、なんか、時代ですよね、今の時代って。ね、ここにね、対立より対話望む声もってここにあるんですよね。で、その、例えでいろんな人がこうインタビューされてて、私もその一人なんですけれども、この中に、シールズ、元シールズの方のね、意見が載ってて、あ、私と同じじゃんみたいな、結構気合うんじゃないと思ってツイッター行ったんすよ。ね、調べて、あ、この人やなワクワクと思って、ピッてしたら、あなたはブロックされてます、みたいな。ショックっすよね、あれみたいな、対話、望まれてなかったみたいな。まあね、もう何事もイメージですからね、こんな顔でなんかこんなバーンって出してたらなんかやばい人みたいに見えますよね、やっぱね。対話はしてくれないらしいです。悲しいな。で、そういうことでなんかまあ西日本新聞載せていただいてですね、ありがとうございました。あとメディアの方と接するたびに思うんですけど、やってる人たちはほんと真面目に働いてるし、もうほんとしっかり話を聞いてくれるんですよね。いろんな偏見あると思いますけれども、私が今まで関わってきたいろんなところの記者さんであるとかテレビ局の関係者っていうのは、なんか外から見てると、え？って思うこともあるけれども、うん、実際働いてる人たちほんと真面目に働いててプロだし、で、みんな戦後の人間なんだなーっていうのがね、やっぱどうしようもない部分っていうのがあるのかな。でもその中でもちゃんと彼らも学んでいるし、うん、それが素晴らしいなと思って。で、私自身もいろいろ今までね、発信してきて、意見自体は変わってないんですよ。ずっと訴えてることは同じなんだけれども、でもそこ訴えるみたいなことがあったりとか、戦略を変えてみたりとかいうのがあって、表から見た時はなんか変わったかなと思われてるかもしれないですけど、やりたいことは同じだし、言ってることも同じなんだけれども、やり方が変わっているっていうところで、で、なんか今のね、選挙戦見てても思うんですけど、ね、で、ちょっとグダグダ喋りモードに入りますけれど、いきなり。今の選挙見てても思うのが、ね、例えば小池さんが新しい党を作って、元民進党の人にね、踏み絵を与えると、安全保障と改憲と飲んでから入ってくださいみたいな、そうじゃない人ダメみたいなね。入りたいって言っても飛ばされる人もいたりとかね。入りたいと言っても入れてくれないかわいそうな人たちもいるわけなんですけれども。で、そういうのを見てて、ね、なんか、あいつは信用できないとかいろいろあるじゃないですか。まあ、その気持ちもわかるんですけど、なんかそれ見てて寂しいのはね、私自身もリベラル的だったんで、かなり。つうか、むしろほんと反日、もう文字通り反日で、日本嫌いだったんですよね、昔。ほんと大学生過ぎたぐらいまでかな ?25 ぐらいね、20半ばぐらい過ぎてからなんかこう、ちらほら、日本の良さとかも見え始めたんだと思います。だからこう、政治に目覚めるきっかけが27、8の時に出てきたと思うんですけど、それまでほんとやっぱ英語勉強してきたしね。
海外の方がよく見えるっていう、まあ、テンプレだったんですけれどもね。まあそんなこんなで、なんか思うのはね、なんか日本って本当ね、その失敗したら終わりみたいな、そういう風潮をやめた方がいいんですよね。なんか私の中で失敗っていう概念があんまりなくて、何事もやっぱりね、本当に過ちダメですよ。その人殺したりとか、そういうのはダメですけど、そのある程度のね、そのなんかこう思想、ね、思想が間違ってるのとその人が間違ってるってだいぶ違うんですよね、意味が。だから、思想が間違ってる人に対しての働きかけの仕方がなんかおかしいんじゃないかなっていうことが結構あって、だからまあその新聞にも書かれてたけれども、発信者としてね、5年間振り返って、もうすぐ5年なんですよ、政治に興味持ってから。ね、振り返って、あのやり方はまずかったなとか、あの時はちょっと浅はかだったなとか、いろいろ反省をするわけですね。で、やっぱ私はそれで成長を恐れないつもりなんです。常に成長したいし、やっぱ今が完璧とも思ってないし、だから学んでいきたいけれども、ね、でも周りの態度が悪かったらそっちに乗っちゃってね、売られた喧嘩買いますよみたいな感じなんですね、危ないわけですけど、とにかく結論ありき同士がね、ネット上とかでこう、ぶつかり合ったって何も生まれんわと思って、まあツイッターとか私もはけ口にしてますけれどもね、もうやっぱうっぷんばらしい状態で言っちゃうこともあるんだけれども、なんかこれから、本当に、こう、日本を良くしていくっていうことで考えていかないといけないなと思って、ちょっと別のご報告の前に選挙の話を少しさせていただくと、今ね、希望の党というのができて、小池さんがどうだ、安倍さんがどうだとかいう話してますけれども、そう、記事にもあったんだけれども、安倍さん基準で政治見ないでみたいな思ってですね、安倍総理、ね、安倍政権で頑張っていく。っていうのはものすごい大事だと私も思ってるし、安倍さんのこと大好きなんでやっぱ頑張ってほしいと思うんですけど、でも安倍さん軸にしちゃって日本が見えないとおかしくないですかみたいな。ねえ、なんか、今、希望の党、もう大体候補者とかもなんとなくイメージついてきて、大体200前後かと言われてますよね。過半数はいかないということで政権交代にはならないと言った時に、じゃあ希望の党ってどういう党なのかっていうと、改憲勢力じゃないですか。なんだかんだで会見はでも飲ませてるという中でね、じゃあでもなんかこう必要以上に小池さんを叩いている人たちがいるわけですけれども、私別に小池さん好きとか嫌いとかいう問題じゃなくて、政治的に見た時に会見と安全保障をちゃんとしますっていうことを打ち出してるから、そこ嘘ついたら国民がバッシングするわけですよね。安倍さんも衆議院解散って言った表明の時では、小池さんとは基本的な理念が一致しているってどこまで言ってましたよね。ね、補佐官と大臣としてくれて、第一次安倍政権で。で、基本的理念は一致している人だっていうことをあそこの場ではっきり言った。で、その後なんかこう勢いが増したからやべえと思ってね、小池さん攻撃みたいなことを自民党がやってるわけですけれども、そう、全体を考えてほしいなって、安倍政権が永遠と続くわけじゃないと。安倍さんの後ね、自民党の中見たらなんかまともなリーダー格の人いないからやばくないっていうのを思ってるわけで。ね、で、その時に、じゃあ今度は誰が出てくるかなって思うわけですよ。で、その時にまあいろんな人たちの予想が、あるけれども、そこでなんか保守も絡めつつのね、民進党の中からも保守の人ってもうほんと数えるぐらいしかいないですけど、ね、そういう人とか、中山京子夫妻とかがやってきて、で、全国からちょっと保守系の人たちが出てきてね、集まってきたらまたちょっと変わるわけであって、いうときに、その今まで結局何が問題だと思いますか？私、絶対民進党のね、低次元の議論だと思うんですよ。もう、あれこそ話し合う気ないでしょ。結論ありきで。もう何もその日本に良くなることをしたくない人たちの塊みたいな。対、ね、自民党公明党。ぶつかり合いみたいな。何にもならないですよね、ここからね。で、なんかそこにね、小池さんという人がやってきて、ね、彼女にどう思うかどうでもいいですけど、仕事してくれればいいわけですよね。仕事やった、なんかその何、実績がないとかなんとか、都政どうなんだとかなんかいろいろ言ってる人たちいますけれども、打ち出してる以上はやってもらうように国民が世論を盛り上げていけばいいんだって、なんか最初からその完璧を求めていく人たちの気持ちが、私は理解に苦しむのが正直なとこなんですよね。やっぱ、育てていかないと。日本はなんでこの、ね、最初から完璧を求めて、ね、一回こいつはこうだったから終わりみたいな。そんな社会じゃ何も生まれないと思います。何にも良くならないと思います。そんな、
安倍さんみたいな人がね、全国でパパパパパっていっぱい出てくるのは別ですけど、あんなことないわけであって、あれ稀な存在じゃないですか。だったらあるものを育てていくしかないと。で、今の低次元の議論をとにかく終わらせて、もう議論を始めましょうみたいな。今まだスタートラインにすら立ってないんですよ。ねえ。だからそういう意味で、なんか小池さんっていう人は、ある意味すでになんかすごい国益に寄与した人だなとは思います。で、彼女のいいところは、本当に極左みたいなバカなことは考えないじゃないですか。安全保障でも、憲法においても、おそらく。憲法とかちょっとわかんないけど、少なくとも安全保障はしっかりしてるはずなので、いうところで、そういう変な不安がないと。だから、そこでね、なんかこう欲張りになっても仕方ないと思うんですよ。で、今、やっと枝野さんがさっきなんかニュースになってたんですけど、枝野さんのね、新党ができて、立憲民主党というのができたと。それでやっとなんかこう希望の党の位置が逆に分かってくるっていうね。結局民進党の中の本当にダメな連中、極左の連中が排除されて、ね、彼らだけで集まってくれるから、そうなるとやっぱこう対比的に分かってきますよね。どういう構図になっているかというのが。まあいい方向にね流れてたらいいなと思いますね。でとにかく全員通っても過半数超えないんだったら、その小池さんのところを必要以上に叩くのもなんか違うんじゃないかなと。少なくとも民進党よりマシでしょっていうね。政治ってレッサーオブトゥーイーブルス、二つの悪魔的ななんか悪い選択肢の中でどっちのマシな方を選ぶかっていう、その妥協の世界であって、妥協しすぎたらダメなんだけれども、そのね、国体とかに害がないレベルでの妥協っていうのはやっぱり必要なわけであって、ちょっともうちょっと語っていいですか。私メモったんですよ。なんかおかしいなと思ったのが、小池さんのすごいところね、あえて言いますよ。なんか皆さんなんか嫌いな人たちもいっぱいいるよ。だから私あえてその違うこと言うのが好きなんで性格悪いけど、いや考えてほしいからですね、本当にね。例えば今民進党、元民進党の人たちはポスターがないんですよね。決まらない、その公認になるかわからないっていう時で、ポスターが今ないっていうのはね。でポスターってこれ小坪さんのリンク貼ってあげておこうかな。小坪さんとかも書いてたけど、ポスターね、吸っても乾かさなきゃいけないんですよ。特殊な加工なんで、でだから時間がかかる、うん、なのになんかその党がわかんないからポスター作れませんみたいな。選挙においてポスター作れないってほんと致命的なんですよね。うん、だからそれもできない、選挙カーも用意できないですよね。透明がわかんないとかね。だからそのね、くら替えしてね、看板だけ変える人たちって言ってみんなバッシングしてるしね、それにいろんな意見はあるとは思いますし、私も地元でこいつはこんなんやったって絶対入れんみたいな人はいるんですけど、それはさておきね。でもそうやってで生き延びていこうって必死な人たち、候補者たちは実際相当苦しい目に今合ってるはずなんですよ。だから心配 しなくても苦しんでるんで、必要以上になんかね、叩くのもなんか時間の無駄じゃないかなって。だってね、今ほら小泉進次郎さんのね、自民党のやつのこう声がテレビとか流れてますけれども、あれね、もう完全罠ハマってるなと思うんですよ。ね、小池さんはしがらみのない政治っていうのを訴えてるじゃないですか。脱しがらみ。だけど、あそこで、ね、小泉進次郎さんが、ああやってね、小池批判をしてるっていうことはね、小池さんなんかね、何運動靴とヒールのなんか忘れたけど、なんかね、2種類違うの履くのやめて、どっちか一つにしてください。もうどうぞ出てきてください。みたいなことね、国政出てきてくださいとか言ってますけれども、ああいうことをやるとね、そういう、で、自分でもしがらみがね、紙一重だとか言ってるわけじゃないですか。絆と、しがらみとか紙一重だとか言って、いや、結局別のものなの、同じものなのって、なんかそこ突っ込みたくなるんですけれども、いうことを言ってると、ああ、やっぱしがらみなんだって思うじゃないですか。で、なんかそうやって小池さんにぐちぐち言ってると、しがらみのない政治よってクリーンな感じ言ってる小池さんの方がウケちゃいますよね。だから自民党、ほんと菅さんのコメントとかもどんどん放送されてましたけれども、ああいうの言わない方がいいと思う、自民党のためには。私全然小池さんの立場に立てるんじゃなくって、全体的に本当に見たときに、私は、日本に良くなってほしい目線で見たときに、やっぱ安倍政権は維持してほしいとは思ってる立場なんですよ。その時に自民党のね、反応を見てたら、麻生さんのおたおたするなじゃないですけど、
本当なんかそういうこといろいろ言うと小池さんの言ってることが正当化されてくるんで、そこはね自民党関係者の人たちはね多分考えた方がいいんじゃないかなと生意気にも私は思ってます。で小池さんはね心配しなくてでもですね、特にあの福岡とか九州ではあの九州電力が反発してます。なぜか反原発訴えてるからです。でその九電っていうのは保守的なんで、あのねあの会長とかが保守なんで、あ会長今会長か、結局ね希望の党に行きようがない。その原発問題言っちゃったらあんまりその今までの既存の保守票が希望に移るっていうのはなんか難しいんじゃないかなって逆に思ってて、ね、で私の地元福岡は5区なんですよ。原田義明先生っていう自民党の先生がいて、もう一人楠田大蔵読み方わかんないけど、でも元民主党なんですよ。それがなんか民主党を辞めてでもまた前戻ってみたいな不思議ちゃんで、今度希望の党から出るかもみたいな話になってて、ね、でもジモッティからすると、あ今日チラシ入ってたんですけど、チラシにも民進党ってなってて、で民進党の代表としてみたいに書いてあるから、もう完全やんこれみたいな感じで、あのいくらそんなやってもね、あの民進党は民進党だしみたいなところで絶対票入れないからね。だから都市部とかのふわふわしてる人たち、不動票っつうんですか、がどうなるかっていう感じなんじゃないかなと思うけれどもね。反原発とかどう出てくんでしょうね、結果にね。あと小池さんがなんか都知事辞めるかどうかわからないみたいな議論ありますけれどもね、あれをバッシングするのもなんかセンスないなと思って、言葉悪いですけど、だって小池さん目線からいくと女性総理になることが絶対一番ですよね。あれ絶対野望として絶対ある。それは女性だったら多分思いますよ。私もちょっとイメージするもんね。自分が政治家だったらみたいなね、ならないけど、仮にあるんだってやっぱそう、なんか初めて狙いたい、それは自然な心理であるとね。でも一国会議員も一番下なんですよ絶対。あんまなりたくないと思うんですよ。女性総理か都知事かのどっちかで考えてるわけですよね。でもでそこをバッシングするっていうのはなんかこのね、政治ってみんな意図があって野望がある世界において、なんか小池さんのだけなんかバッシングするっていうのはね、もちろんその都政にね、迷惑がかからないように、ちゃんと責任は取るようにすべきだと思うんですけれども、でも都知事ってまともな人いたんですかみたいな次元じゃないですか。なんか、ね、まあ、石原さんの時は安定してましたけど、なんかね、不正のお金とかの問題もあったし、まあその辺の詳しいとこ私知らないんで、あんまり言わないですけど、舛添さんだってすごかったじゃないですか。なんかそれと比べて政治的野望があるってやる気がある政治家と、ああいう本当にダメダメな人たちと考えた時に、なんかみんな厳しくなりすぎてんじゃないかなとか思って、でなんかその責任は取るべきですけど、私だって都知事選の時小池さんを応援してないですもんね。だからあの時小池さん応援じゃあなんでしたのみたいなことを思っちゃうしね、そういうふうに言いたくなるわけですよこっちとしてはね。政治の世界は一寸先は闇とか言うじゃないですか。やっぱどう動くかわからないで、その中でこそ戦っていける人材が必要だと。だからなんかあいつが卑怯だとかなんとか言い出したらもうほんと切れないと思うんですよね。というとなんかこうね、またいろいろ誤解を招いてランダム予測はどうだこうだっていろいろ来るんでしょうけれども、まあ選挙の時はいつもそうなんでね、選挙の時私なんか語ったら絶対バッシングされます。でもなぜかって選挙だから、選挙って身内も敵になるからね、そういうものなんで、もう気にはしないんですけれどもね。ね、元民進党の候補予定者たちが信用ならないとか言ってますよね。だから応援できないって言ってますよね。でもじゃあ日本の心とか実際の党応援したんですか？してないんですよ、大半が。ね、ずっと叩かれてきたからわかるんですよ。ね、その思想の問題じゃないの、もうね。選挙で敵になるから、いやっつってバーって理由を探して、攻撃するっていうのが、これ選挙だから。選挙じゃそういうもんなんだっていうことをね、なんかまず前提としてみんな捉えてないと、なんかもう無駄な憎しみみたいなのが出てきてて、ね、あと根拠に基づかない恐れみたいな、政権交代になったらどうしようどうしようどうしようみたいな、候補者人数はどうなのかとかね、ね、支持率何パーセントなのか、そういう話を踏まえた上でそういうこと言ってみたいな、もうそういう人に限って何も数字出てこないし。あと小池さんの悪口ももっともっとありますけど、あと代表格もう一個言うとこう、踏み絵にするっていうね、じゃあ安全保障と、
会見言わせたらそれでいいのか、信用できないみたいな人たちがいるわけですけれども、ね、そんなこと言ったって、保守の普段の人たちは、何、靖国神社参拝しないからあいつはどうだとか、拉致のブルーリボンバッジつけて仲いたらあいつは反日だとか、なんかそういう、なんつうんですか、指標があるじゃないですか、いつも。自分たちもいつも使ってるから、あんまりそういうこと言えないし、じゃあね、希望の党にいろんなごったにしてね、いろんな人たちが入り込んでるって言うけど、そんなこと言ったら自民党もそうじゃないですかって。ねえ、なんかもう、一貫性がないっていうか、わかるんですよ、気持ちは。私も安倍政権を支持してる派なんで、気持ちはわかるし、言ってることも何を言わんとしてるかわかるんですけど、でもやっぱフェアにならないとダメと思うんですよね。やっぱそれじゃ、何のためにせっかく時間と労力をかけてそういう発言とかをしてるのかがわからないから、もったいないと思うんです。皆さんの時間が。なんかこういろいろ前提の話からね、なんかこうずれてるっていうか見てるところが違う人って多いなーって思うんですよね。本当に私は安倍政権支持だけれども、安倍政権だけを考えてるんじゃなくて、やっぱりその安倍政権後とか今の国際情勢を踏まえての日本の位置とかで、憲法改正やるならやるでその改憲勢力であるとか、本当日本を良くしていく視点で考えていきたいと思ってるので、安倍さん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 のことばっか考えてる、もう本当右左問わずね、そういうのはなんかどうなんって最近疑問を抱いてますということで、まあ何を言ってもね、やっぱり地元ね、それぞれのところでこの候補者はどんな人かな、どんな経歴かな、あ、元民進党なの、でも民進党でもね保守的な人なのかな、リベラルなのかなとか、そういうのをね、見ながらちゃんとみんなが責任持って投票すればおかしなことにはならないと私は思いますし、まあね、かといってもその左派の先生方は地盤とかあるわけでね、強いでしょうけれども、とにかく本当に国会グダグダにしてくれる連中がもう左の方に本当に行っちゃったっていうのはいいことじゃないかなと思います。まあ選挙後ね、どういうふうに動いていくかわかんないですけど、少なくとも私は本当このね、本当ここの5年間で学んだことでもあるけれども、煽り商売みたいなところがあるし、選挙の時の煽りもあるから、そういうのを受け取り手のね、私たちが、まあ私発信もしてるけど、ね、受け取り手がちゃんとリテラシー持って、この人はどういう立ち位置なのか、どういうコネクションがあってこういう発言をしているのかとか見ていかないと、みんなね、言論人とか、そう、専門家の先生って、コネがあるからね。しがらみ。本当にあるからね。そう、小池さんパクるわけじゃないけど、ありますんで、そこをちゃんと見極める力を私たちが持っていかないといけないなと思います。ここの手元にあるのは何を隠そう、正論の10月号って、もうね、次の号が出るじゃないかっていう感じですけど、これ9月1日発売の10月号でね、これ、今更見たんですけどね、ここに保守二大政党についてとか書かれてたんですね。今更読むみたいな感じなんですけれども、なんとここにね、ランダム陽子さんが寄稿してたの知ってましたか？ほら、ランダム陽子。これなんで私が国際テロ対策の話をしてるのか本当自分でも意味不明なんですけれども、私のね、友人 の, アメリカ の, 退役軍人の人がですね、のタイテロのイベントやってるんですよ。タイで、タイだけにタイテロあり合わせのもので作った即席爆発装置って、もう見た目ね、ほらボストンマラソンの時の圧力鍋とかがね、有名ですけれども、本当あり合わせのもので作って爆弾かも見分けつかないようなものが設置されてた時に、じゃあ一般人がわかんのかとか、ね、教育されてないとわかんないんだけれども、実際にそういうテロが多いタイにおいては、ガードマンが教育されてるからすぐわかって、みんなね、お客さん、スーパーのお客さんとかこう、避難させたりすることができるみたいなことをいろいろ書いてます。で、ここに日本がね、参加していないことに対しての、いろんな思いが、海外から出てるので、ね、本当に、考えること多いですね、政治はね。日本人ってね、どうしてもなんかこう変わることを恐れますよね。もう私もそのタイプだからわかるんですけれども、変わることって怖い、ね、なんか変な方向に行きやしないかと、
まあそれはサバイバルにおいて正常で健康なリアクションだと思うんですけれどもね、怖がっていっても仕方ないと、本当に臨機応変にね、柔軟に対応しないといけない時はあるんだっていうことで、まあ憲法にしろ、今のなんか敵基地攻撃能力にしろ、今反撃って言ってるのかな、なんか体制を常に変えていくっていうことが否定されるっていうのは本当おかしいですよね。いや、国を良くしていくんだ、国を守っていくんだっていう、そういう目線で語ってってすっごい思います。この正論のことはもうちょっと早くお知らせしたかったんですけどね。でもまだ買えると思うんで買ってください。バックナンバーとかでも買えるんじゃないですかね。あとはジャパンフォワードにも英語の記事書いたし、あともうすぐ某雑誌が出ますが、そのまた別人の雑誌にも寄稿してるんで、なんかそういうのをまたご紹介していきたいと思うんですけれども、ということでね、まあこれから皆さん戦いですね、戦じゃ戦私は本当に感情的にならないように、でも応援する人は応援するっていう感じで、批判の試合というよりは、何をどうして国をどうしていきたいのかっていう議論ができるような働きかけをしていきたいなって思ってますね。これまでの反省踏まえ、本当にね、国を良くしていく、政治を前に進めていく、そういうことを考えていきたいと思いますんでですね、意見の合う合わないはあると思いますけれども、民主主義国家ですからね。で、言論の自由がある国ですから、その右も左も全体主義的な言論を封殺してくる人たちいますけれども、いろんな意見があると、それを勝手に決めつけんじゃなくて、この人はこういうこと言ってる、どういう暮らししてんのかなって、過去に何があったのかな、今どういう環境にあるのかなとか、そういうところまで本来ね掘り下げて見ていかないといけないという大変な作業なわけであって、でもネットっていうのはね、そういう直接対面するわけじゃないから、私とかもねめっちゃ印象で誤解されてますけどもね、私いい人なんですよ、優しい人だしね、実際に会ったらあんま喋んないしみたいな、いやそれなりに喋るけど、でも自分からガンガン行くとか言うんじゃなくて相手に合わせて話をするしね、でもね、ネット上ではどうしても不特定多数にバーッと言うから、みんなねそういう設定なんでどうしようもないんだけれども、でもそういう今世界にあるんだっていう意識をね、まずしなきゃいけないと思ってますね。コミュニケーションがね、簡単になった便利になったって言うけども、それ本当のコミュニケーションって呼ぶにはかなりの努力が必要なんであってね、私もネット上では激しいですけれども、私は鏡やってるだけのつもりなんですけどね、丁寧に来た人には丁寧に返し、オラオラオラみたいな、お前何考えてんじゃんオラみたいな人にはオラオラオラで返すしみたいなことやってますけれどもね、ちょっとそこは大人にならないといけないなと思ってますけれども、本当はもっとずーっとグダグダトーク いくらでも続けられるんですけれども、まあこれくらいに、しておこうと思います。一緒にね、本当に選挙のこと、そして国のことを考えていけたらと思いますんで、まあ意見の合わないはそういうわけでいろいろあると思いますけれども、議論をね活発にしていくことをしたいと思ってます。私は決めつけとかもういいから、なんかラベリングとかカテゴライズとかも分析上でやればいいだけの話だって、その普通に話すときにはそんなもん必要ないね。ね、みんな日本人で、その日本人がどう考えてるかなっていうところでしょね、左翼右翼だからこいつはこうでああでみたいな、その逆算じゃなくって、みんな日本人で国のことを思っていると、ね、みんな戦後に生まれてるからどうしても意識は左になびくと、でもその中でみんな一生懸命に考えてるというところで、そこの意図を汲み取りながらやっていかないといけないなというふうに思っております。ということで、長くなりましたけれども、ご清聴どうもありがとうございました。またいつになるかわかりませんが、いろいろお話ししたいと思います。さっきからお腹がぐるぐるいてね、ちょっとね腹が減っては戦はできぬということで、またお目にかかります。ということで、ご清聴どうもありがとうございました。スメラギイヤサカ。